ユニバーサル・クール・ジャパンは2015年よりユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催されているスペシャルイベントである。ユニバーサル・クール・ジャパンのロゴ日本が生み出した世界的に高評価を受けている漫画、アニメ、ゲーム、音楽やファッションなどのエンターテインメントブランドをユニバーサル・スタジオ・ジャパンのアイデアやクオリティ、クリエイティブを駆使し、それらの世界観を 圧倒的なスケールで現実のものへと再現。日本が誇るエンターテインメントブランドを世界に発信し、日本の魅力を再発見する、主に1月から6月にかけて行われる期間、限定イベントである。日本を代表する複数ジャンルのエンターテインメントブランドをテーマパークにおいて一堂に会して、大規模なイベント化することは、世界初となった。また、イベントで導入されるアトラクションは、 既存のアトラクションを改装しての運営となるため、既存のアトラクションは休止する。イベント開催にあたり、使用されるロゴ書道家の刺しが納書した。2013年当時、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは450億円の投資と、共に、ウィザーリング・ワールド・オブ・ハリー・ポッターを導入し、翌年度の集客を大幅に増加させる計画を行っていた。そんな中、 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、さらなる成長を目指して新たな課題を設定した。それは、換算期の集客を底上げするというものだった。一般的に旅行、レジャー業界は、気温や天候に業績が連動する。気温の低い冬場は客足が最も減少し、雨の多い梅雨時期が冬場に続き減少する。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの集客も、同様の傾向にあった。 ハリーポッターを導入し年間集客が大幅に増加したとしても、この傾向は変わらないと想定した。1日の収容可能人数にも限界がある中で、より収容可能人数に余裕のある換算機に集客を増加させることを試みることとなった。当時、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの繁忙期と換算機の集客は5倍以上の差になっていた。換算機に集客するのは、 繁忙期に比べ5倍以上難しいということだった。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは改めて自社の強みを整理した。まず、国内のテーマパークや各種レジャー施設とユニバーサル・スタジオ・ジャパンのイメージや満足度を消費者調査によって相対比較した。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンがどの施設よりも強かったのは刺激や興奮といったイメージであり、 それらを体感できるアトラクションやエンターテインメントだった。当時、7年連続で世界一のテーマパークアトラクションだったアメージング・アドベンチャー・オブ・スパイダーマン世界一のエンターテインメント賞に輝いたクリスマス賞、天使のくれた奇跡、ギネス認定世界一のツリーなどユニバーサル・スタジオ・ジャパンは数々の世界最高賞を獲得していた。 ゲストや業界が認める商品を開発する力がユニバーサル・スタジオ・ジャパンの強みであることを再認識した。次にユニバーサル・スタジオ・ジャパンは商品開発力を活かせる機会を探した。繁忙期の5倍以上チャレンジな集客になるため満たされていないニーズの前提としてそれがとても強いニーズである必要があった。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが提供できる 満たされていない強いニーズは何か、それは誰が持っているのかといったテーマでフォーカスグループインタビューや社内マーケター間でブレインストーミングを何度も繰り返した。10年以上のテーマパーク運営で蓄積されたラーニングもすべて振り返りることとなった。こうした消費者インタビュー、蓄積された社内のラーニングの振り返り、社内マーケターでのブレインストーミングを繰り返していくにつれ、 機会が浮き彫りになっていった。特に着目されたのは同じ好感度のブランドでもファンの熱狂度合いは大きく異なること。熱狂的なファンは好きなブランドの世界をゲームやアニメや漫画だけでなく現実の世界で体験したいニーズが強いことだった。このニーズは仕事、学校、家庭での生活を通じて抱える様々なストレスから出し、 自分の大好きな世界に没入したいと、うものです。こうした熱狂的なファンのニーズが満たされていない、ブランドは数多くありました。ブランドの世界観を完全再現できる私たちの強みによって、こうした強いニーズを満たせると捉えられた。最終的に、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが決めたのは、世界に誇る日本のコンテンツを世界最高の開発力で商品化して、 圧倒的な刺激や興奮を提供することだった。具体的には、エヴァンゲリオン、進撃の巨人、バイオハザード、モンスターハンターといった熱狂的なファンを多く抱える人気4大ブランドを期間限定のアトラクションとして導入することだった。一つのアトラクションだけでなく、四つを同時展開することにしたのは、繁忙期より5倍以上困難な集客に挑むためだった。 2015年の1月に3ヶ月半の期間限定で導入したユニバーサル・クール・ジャパンは大成功を収めた。換算期にもかかわらず大人気の期間限定イベントハロウィンやクリスマスと並ぶほどの集客が実現した。これは通常ではテーマパークに来場しない熱狂的なファンが寒さに関係なく全国から来場したこと一定の頻度で テーマパークに来場している層が、さらに来場したことの両方の結果でもあった。そして、他のテーマパークやレジャー施設では体験することができない、完全再現された大好きな世界への没入による、圧倒的な刺激や興奮をファンに提供できた結果でもあった。ユニバーサル、クールジャパンはその後も、体験価値を強化し、定着した期間限定のイベントに成長。 もはやユニバーサル・スタジオ・ジャパンからは、陶器の換算とした風景はなくなり、通年で賑わうテーマパークとなった。1月23日から6月28日までの期間中、エヴァンゲリオン、進撃の巨人、バイオハザード、モンスターハンターの4ブランドで開催された。当初は5月10日までの開催予定だったが、好評を博し、2014年度の過去、 最高年間入場者数達成にも寄与したため、延長された。エヴァンゲリオンザリアル 4D 開催施設、ユニバーサルスタジオシネマ 4D 完全、オリジナルストーリーで、エヴァンゲリオン史上初の 4D アトラクションが実現した。首と襲来に遭遇したゲストは、爆風や潜光、水しぶき、振動など 4D 特殊演出の中、様々なアングルから、 目の前に迫るエヴァンゲリオンの戦闘を目撃する。エンディングには、劇場版と同じく、歌田光のビューティフルワールドが使用された。首都をイメージしたフードも多数販売された。進撃の巨人、ザ・リアル開催場所、ステージ18-15メートル級のエレン巨人と14メートル級の女型の巨人の激闘を圧倒的な迫力とスケールで再現し、ゲストは、 調査兵団と同じ視点から立ちはだかる巨人の衝撃を体験できる。また、エレンの母親を捕食した巨人をも等身大で再現された。女型の巨人捕獲作戦会場周辺では命を宿したかのような人型、黒の井戸としてリバイ、ミカサ、アルミンたちが出現。ゲストは調査兵団の一員として女型の巨人捕獲作戦に参加し、 物語の主人公たちと同じ境遇を体験する。バイオハザード在スケープゾンビに襲われたテレビ局からの脱出から開催場所、新アトラクションエリアスクラップが展開しているリアル脱出ゲームを進化させたバイオハザードのサバイバルホラーと仲間との極上の達成感を新たに体験することができるライブエンターテインメントアトラクション。 楽ン式市街にあるゾンビが徘徊するテレビ局を舞台にゲストはデジタル端末、プレイヤーパッドを手に刻一刻とタイムリミットが迫る緊迫感の中で綿密に編み込まれた謎の数々を解き明かしていく。グッズとしてアトラクションで配布される謎解きに必須な地図を挟み込むことができるアンブレラ社の謎解きバインダーと薄暗い局内でも地図やヒントを照らせる。 ライトつけボールペンが販売された。パーク内、レストラン、フィネガンズバーグリルでは、アトラクション挑戦後の、勝利の打ち上げ会あるいは、屈辱の反省会として、バイオハザードの世界を楽しめるメニューが多数、販売された。モンスターハンターザ、リアル開催場所、新アトラクションエリア過去3回の開催で大好評を、博したキャラクターや装備、武器、アイテムなど、 オリジナルコンテンツの数々が画面上にあったゲームの世界をそのまま目の前に再現しリアルにモンスターハンターの世界を体感できるイベント。オ王ガが,が初登場、等身大モンスターに光を駆使した特殊効果が融合しモンスターハンターの世界観が環境演出でも再現された。会場入り口には過去3回のモンスターハンターザリアル史上 最も大きな高さ約12メートルの等身大セルレギオスが登場。等身大セルレギオスの前でミサオムシコンを手に撮影ができるリアルハンターフォトも登場した。モンスターハンター 4G の世界観を再現した展示も登場。これまでも大好評を博しているリアル集会所でのタイムアテック大会も実施され、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとのコラボクエストは2種登場。オリジナルの武器。 装備、音も、装備を生産するために必要なクエストが先行配信された。過去の開催で、オリジナル衣装と可愛らしい泣き声で人気を博している、リアルサイズアイルーが、モンスターハンター 4G とコラボレーションした、新たなコスチュームと魔法のタクトを携えて登場した。その他、ジンオーガの尻尾チュリトスや、こんがり肉 G などのフードや、キャラクターとの、 コラボレーションフィギュアなどのグッズも販売された。1月15日から6月26日までの期間中、昨年に引き続いてのエヴァンゲリオン、進撃の巨人、バイオハザード、モンスターハンターと初登場のキャリーパミュパミュの子ブランドで開催された。また、イベントにも参画するキャリーパミュパミュが特命大使に任命された。オープニングセレモニーではキャリーパミュパミュに加え、 エヴァンゲリオンザリアル四 d のメカニックデザイナーを務めた山下育と漫画進撃の巨人の担当編集者である川久保慎太郎、バイオハザードザイスケーププロデューサーの川田正夫、モンスターハンターザリアルプロデューサーの辻本良造が、モンツケ袴姿で登場した。キャリーパミュパミュ XR ライド開催施設、スペースファンタジーザライド、キャリーパミュパミュのポップで、まか不思議な、 飛び切り可愛い世界観を360度楽しめる世界初、世界最新鋭の XR ライドアトラクション。登場前にバミーゴーグルをかけ、どこを向いても驚くほどカラフルでポップな異次元の映像世界を楽しめる。アトラクション体験中に流れる音楽は中田康隆が書き下ろした。アトラクション内に登場するキャラクターをモチーフにしたグッズが多数販売された。 エヴァンゲリオンザリアル 4D 2.0開催施設、シネマ 4D シアター世界唯一、エヴァンゲリオンの 4D アトラクションで自身が、エヴァンゲリオンに乗る体験ができるシアター型アトラクション。昨年から、さらに内容を一新したストーリーを上映。ゲストはマキハ、マリーラストリアスとエントリープラグに乗り込み、エヴァンゲリオン4号機を操縦する目線で、首との壮絶な死闘を。 目の当たりにする。なお4号機には、エヴァンゲリオンシリーズのメカニックデザイナー山下イクトが、新たな設定を追加した。フードとして、エヴァンゲリオン初号機のポップコーンバケツなどが、販売された。進撃の巨人、ザ・リアル 4D2.0 開催施設、シネマ 4D シアター上映されるのは、パークだけの完全オリジナル新作映像。ゲストは自ら調査兵団の一員となり、 ミカサ、アルミン、リバイたちと共に立体軌道で飛び回り襲ってくる女型の巨人に立ち向かうストーリー。会場近くにはミカサ、アルミン、リバイの黒の井戸に加えて新たにエレンが登場した。その他にも実物大の壁の中の巨人の展示、捕食巨人のフォトオポチュニティが展開された。バイオハザードザエスケープに開催施設、ステージ18昨年の初開催で、 ゲスト満足度98%を記録したコラボが完全新作になって登場。作品の世界を徹底再現した巨大製薬企業の研究旨を舞台にゲストはタブレット端末に表示される数々の謎を解きながら内部を歩き回り、国一国と迫るタイムリミットと共に増えるゾンビや生物兵器に襲われる恐怖と焦燥感に苛なまれながら謎に立ち向かう。 モンスターハンターザ・リアル開催場所、ステージ18シリーズ最新作、モンスターハンタークロスの世界観を再現。等身大の二つ目持ちモンスター、クロエンオーリオレウスと、近代行人王画が新登場した。会場周辺では、残留ディノバルドへの、乗りの瞬間を体験できることオポチュニティをはじめ、ゲームの世界を体験できるゲームや展示が行われた。 1>, 1月13日から6月25日まで戦国ザ・リアル・アット・大阪城は2016年12月16日から2017年3月12日までの期間中昨年に引き続いてのエヴァンゲリオン進撃の巨人モンスターハンターと初登場の戦国ザ・リアル・アット・大阪城ゴジラ名探偵コナンの6ブランドで開催された開催場所 大阪城、西の丸庭園大阪市が推進している大阪城、ピ m エ事業の一環として開催された。特別史跡、大阪城に映し出されるプロジェクションマッピング、幅36メートルにも及ぶステージの上で繰り広げられる戦国武者たちの壮絶な合戦、数百発の豪華絢乱なパイロで構成される世界初のスペクタクルライブショー。また、 西の丸庭園には壮大な大阪城を背景に、落一、落座の装いの夜店がの木を並べた。ゴジラザリアル 4D 開催施設、シネマ 4D シアター街中を暴れ回るゴジラとゲスト自身が対峙し、大迫力の戦闘を体感できるアトラクション、オリジナルストーリーを展開した。名探偵、コナンザイスケープ強の線から開催施設、 ステージ18ゲストは、凶悪犯罪組織が仕掛けた次元爆弾を解除するために、現場に残された様々な痕跡から事件の推理に挑戦する。オリジナルストーリーやスタント演出など、本格的なライブパフォーマンスが融合したアトラクション。エヴァンゲリオン XR ライド開催施設、スペースファンタジーザライド世界初のライドアトラクションに進化。 360度見渡す限り忠実に再現されたエヴァンゲリオンの世界観の中予測不可能な動きのビークルに乗り込み使徒から逃げ惑う恐怖と躍動感を全身で体感できるアトラクション進撃の巨人ザ・リアル 4D に開催施設シネマ 4D シアター60メートルもの巨大な体を持つ超大型巨人と圧倒的な強さを誇る鎧の巨人が初出現 巨人たちが繰り広げる壮絶な戦闘に巻き込まれ、未だかつてない恐怖を体感できるアトラクション。モンスターハンターザ、リアル開催施設、ステージ18ゲスト自らが30メートルをも超える、等身大モンスターを狩れる、狩猟体感型パノラマシアターアトラクション。甘妻が土、バルファルクが等身大となって初登場した。1月19日から6月24日まで、 美少女戦士、セーラームーンザミラクル 4D は3月16日から9月30日まで、名探偵、コナンミステリーレストランは2月1日から3月20日までの期間中、昨年に引き続いての名探偵、コナン、モンスターハンターと初登場のファイナルファンタジー、美少女戦士、セーラームーンの4ブランドで開催された。開幕前日に開催されたオープニングセレモニーでは、 本イベントのキャプテンとして、沢誉れが登場した。招待されたゲスト約500名と共に開幕宣言を行った。ファイナルファンタジー XR ライド開催場施設、スペースファンタジーザライドスクウェアエニックス社の映像部門ビジュアルワークス部とコラボレーション。上下左右360度が忠実に再現された、ファイナルファンタジーの世界を猛スピードで駆け巡る。 VR 技術を駆使したコースタータイプのアトラクション。アトラクションのロゴをデザインしたのはシリーズのイメージイラスト、ロゴイラストを30年間一貫して手掛けるイラストレーターの天野義孝。アトラクションのために書き下ろされたこのロゴがデザインされたグッズも多数販売された。美少女戦士、セーラームーンザ・ミラクル 4D 開催施設、シネマ 4D シアター本イベントの第2弾アトラクションとして、 登場。憧れのセーラー選手たちと信じ合い絆を結び、共にピンチを乗り越えるという、パークでしか体験できない、オリジナルストーリーを展開した。また、セーラームーンのキャラクターたちをイメージしたフードやグッズが多数販売され、セーラームーンたちとの合成写真が撮れるサービスも展開した。アトラクションオープン前日のオープニングイベント及び、プレスプレビューでは、サプライズで、 千葉雄大が登場した。当初は本イベント終了と同日の6月24日までの開催予定だったが人気を博し、期間延長の声は多数寄せられたため、9月30日まで期間延長された。タキシード仮面、ミラクルグリーティング、美少女戦士、セーラームーンザミラクル 4D がスムーズに体験できる。 セーラームーンスペシャルエクスプレスパスの特典の一つとして、タキシード仮面と本当に会えるグリーティングが開催された。名探偵、コナンザイスケープからゼロの助曲開催施設、ステージ18昨年から、さらに進化を遂げ、完全新作となって登場。ゲストは、謎の凶悪な犯人が仕掛けた爆弾を解除し、犯人を暴くべく、現場に残された様々な痕跡から、 事件の推理に挑戦。警察庁の秘密組織、通称、ゼロに所属する、アムロトールも登場する。スクラップとタッグを組んで開催される、本格的なライブパフォーマンスが融合した、リアル脱出ゲーム。名探偵、コナンミステリーレストラン開催施設、ロンバーズ・ランディング・モーリランの大親友で、財閥の霊場である、鈴木園子のおじ、鈴木次郎吉が主催する。 鈴木財閥のパーティーに招待されたゲストは、優雅で上品なパーク内のレストランで、豪華な食事を楽しんでいたが、ゲストは思わぬ事件に遭遇する。ゲストは現場に居合わせたアムロたちと協力し、共に事件を解決に導く、推理ライブエンターテイメント、食をテーマにした、推理ライブレストラン。名探偵、コナンミステリーチャレンジ事件の重要なヒントが、隠されている。 窃盗団のメモを偶然入手した少年探偵団の力になろうとゲストは少年探偵団の協力者としてパーク中を駆け巡り数々の謎を解き明かしていくパークオリジナルラリーモンスターハンターザリアル開催施設ステージ18ゲストが調査団となり新大陸に生息する生態調査記録のクエストに挑む複数の武器の中から 自分の好きな武器を装備し、次々に現れるモンスターと対峙。リオレウスやネルギガンテと戦える AR 技術を使ったアトラクション。1月18日から8月25日までの期間中、昨年に引き続いての名探偵、コナン、美少女戦士、セーラームーン、2年ぶりとなる、進撃の巨人、ゴジラ、エヴァンゲリオン、初登場のルパン三世の6ブランドで開催された。 また、1月18日から6月23日までを、スプリングターム、5月31日から8月25日までを、サマータームと2つの期間に分けて開催された。スプリングターム1月18日から6月23日まで、ルパン三世、リストランテアモーレ、名探偵、コナンミステリーレストラン、名探偵、コナンミステリーチャレンジは、 2019年1月18日から5月26日までの期間中、昨年に引き続いての名探偵コナン初登場のルパン三世の2ブランドで開催された。1月24日にルパン三世ファンエクスペリエンスイベントが開催され、ルパン三世の声優を務める栗田寛一がサプライズで登場した。ルパン三世カーチェス XR ライド開催施設。 スペースファンタジーザ・ライドル・パン・一味ミの逃走劇に巻き込まれ、ゼニガタ警部の執念の追跡から逃げ続ける、ノンストップの高速カーチェイスがアトラクションとして登場した。原作者モンキー、パンチ監修によるパークオリジナルストーリーには、ルパン三世やゼニガタ警部をはじめ、相棒の次元、大輔石川五右衛門、ミネ・フジコも登場した。ルパン三世、リストランテアモレ開催場所。 アズーラディ、カプリルパンや次元、大輔、ミネ・フジコラの愛用品も置かれた、ルパン一味の行きつけレストランという設定のレストラン。作品にも登場した、ミートボールスパゲッティなども販売。ゼニガ型警部から逃走中のルパンと遭遇できる、ライブパフォーマンスも展開された。名探偵、コナンザイスケープ根性の除幕開催施設、ステージ18劇場版、名探偵、 コナン根性の拳のプロローグとなるストーリー。ゲストは、とある洋館に隠された宝石をめぐり、最大のライバル怪盗キットと対決。仕掛けられた数々の罠をくぐり抜け、コナンたちとの連携プレーで事件の謎に迫り、怪盗キットよりも早い宝石の発見を目指す、究極のリアル脱出ゲーム。名探偵、コナンミステリーレストラン開催施設、ロンバーズランディング。 鈴木財閥が新たにオープンしたレストランに招かれ、幻の宝石を狙う怪盗キットの挑戦に巻き込まれるというパークオリジナルストーリーに基づいた食ミステリー要素を掛け合わせた推理ライブレストラン。キットを待ち構える工藤新一や鈴木財閥の相談役鈴木次郎基から世界最強の防犯システムと称された京極誠らが見守る中、 豪華な食事を楽しむゲストの目の前で、キットとの宝石をめぐる華麗なバトルが繰り広げられる。名探偵、コナンミステリーチャレンジパークの謎の宝石を狙う怪盗キットの企みを阻止するため、ゲストは、ハットリヘイジと共に、パーク中に隠されたヒントから暗号の解明に挑戦する、パークオリジナルラリー。サマーターム5月31日から8月25日までの期間中、 昨年に引き続いての美少女戦士セーラームーン2年ぶりとなる進撃の巨人ゴジラエヴァンゲリオンの4ブランドで開催された。前日のオープニングセレモニーには小沢幸氏がサプライズで登場した。進撃の巨人ザリアル開催施設ターミネーターに 3D 進撃の巨人が 3D ライブシアターとして再びパークに登場した。舞台は 人間 VS 巨人の生き残りをかけた、ウォールマリア奪還作戦。幅約50メートルの世界最大級 3D スクリーンを飛び回る、兵士やリアルな巨人が迫りくるハイクオリティな、オリジナルアニメーションによって再現された、迫力満点の戦闘シーンが展開された。進撃の巨人クロノイド開催施設、パレスシアター、ウォールマリア奪還作戦の前夜、ひとときのくつろぎに身を任せる、 素顔のエルヴィンとリヴァイがリアルな黒の井戸で登場した。ゴジラ対エヴァンゲリオン・ザ・リアル 4D 開催施設、シネマ 4D シアターヒの秀明が監督を務めたゴジラ、シン・ゴジラ、エヴァンゲリオンがコラボしたパークオリジナルストーリーのアトラクションが展開された。第三新大阪市を舞台とし、エヴァンゲリオンの前に首都を上回る強大な敵、ゴジラが現れ、 ゲストをありえない展開に巻き込んでいく。美少女戦士、セーラームーンザ・ミラクル 4D、ムーンパレス編から、開催施設、シネマ4、D シアター昨年開催された、美少女戦士、セーラームーンザ・ミラクル 4D に、セーラー10戦士と、スーパーセーラームーンが登場する、新たなオリジナルストーリーとなって、再び開催した。ガツのパレスで開催される、 舞踏会に招待されたゲストは憧れのセーラー重戦士と力を合わせ、襲い来る敵の攻撃で絶体絶命のピンチに陥ったセーラームーンを救い出し、スーパーセーラームーンを呼び覚ますというストーリー。グッズとしてセーラームーンの変身アイテム、ユニバーサル、ハートコンパクトが商品化された。1月21日から6月28日までの期間中、 昨年に引き続いての、進撃の巨人、名探偵、コナン、ルパン三世の三大ブランドで開催され、それぞれのブランドにとって、史上初となるアトラクション体験が登場する予定だった。イベント開催期間中の2月29日より、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、営業を休止した。6月8日より、 段階的に営業を再開したが、本イベントは、名探偵、コナンザイスケープヒーローの弾道マイナス、名探偵、コナンミステリーレストランを中止とし、それ以外は感染症対策を講じ、一部演出を変更した上で7月5日まで延長して、開催された。また開催予定だった、モンスターハンターワールド、アイスボーニ XR ウォークは、 初版の事情により開催準備が遅れていることを理由に開始日を延期していたが一連の理由から中止された。連載10周年と連動した2つの新体験が登場した。進撃の巨人 XR ライド開催施設スペースファンタジーザライドリヴァイ兵長を率いる調査兵団が特別に開発した馬車に乗り巨人の襲撃によって壊滅的な被害を受けた街から逃げる。 予測不能なコースターの動きによって全身で体感できる VR コースター。アトラクション待機列で撮影される写真を購入することができる進撃の巨人フォトオプチュニティも実施される。調査兵団をイメージした T シャツやジャケットなどのグッズやアトラクション横のフードカートではキャラクターをイメージしたチロスなどが販売される。 進撃の巨人調査兵団の食堂開催施設、ロストワールドレストラン緊張感から解き放たれ、休息を楽しむ調査兵団たちと同じ空間に没入できるテーマレストラン。原作で描かれた料理を彷彿させるメニュー、オリジナルの店内放送が楽しめるほか、リバイト、ハンジュの黒の井戸と一緒に写真が撮れるほォトオポチュニティも開催される。名探偵。 コナンザイスケープヒーローの弾道開催施設、ステージ184月17日公開の劇場版、名探偵、コナンヒーローの弾丸の前日端となる、オリジナルストーリーで展開されるリアル脱出ゲーム。4年に一度のスポーツの祭典、WSG でのメダル獲得を目指し、鈴木財閥が新たにオープンした、最新鋭の射撃トレーニング施設のお披露目イベントに、 届いたのは、制限時間60分の爆破予告。モーリラやモーリ五ココロウ、鈴木・ソノコなど、お馴染みの登場人物に加え、赤井周一が、リアルキャストで登場し、スクリーン映像や様々な特殊効果、目の前で繰り広げられる本格的なライブパフォーマンスで、リアルな、コナンの世界を再現。AR 機能を搭載した、最新鋭端末を活用した。 胴体視力や体力を使ったミッションも用意されている。名探偵、コナン、ハリウッドドリームザライドある取引現場を目撃し、追われる身となったゲストが、江戸川コナンと赤井周一の車に飛び乗り、赤井のドライビングテクニックで追跡を交わす、オリジナルストーリーをもとに展開されるスリルと興奮のライドアトラクション。ハリウッドドリームザライド、バックドロップでは実施されない。 名探偵、コナンミステリーチャレンジパークから、大切なものが盗まれ、拾われた謎のメモの暗号解読にふさわしい、優秀な探偵と認められたゲストは、パーク中に散らばる謎を解き、ハットリヘイジと協力して、事件の真相を突き止める、リアルな探偵体験。エンディングショーには、ハットリヘイジ、遠山和葉に加え、初登場の大岡紅葉が、リアルキャストで事件を解決に導く。 名探偵、コナンミステリーレストラン開催施設、ロンバーズランディング形式、推理ライブエンターテイメントレストラン、鈴木財閥が手掛ける、新プロジェクト、ディテクティブアイランドリゾート建設発表会のパーティーが、舞台のオリジナルストーリー。リアルキャストのアムロトール、初登場のセラ・マスミと出会えるほか、彼らと協力して、真実を突き止め、消えたお宝を探し出す。 食ミステリーを体験することができる。ルパン3世、ザ・ライブ目の前に出現した、ルパン3世の世界に巻き込まれる、リアルキャストで再現された、究極のストリートライブエンターテイメント。ニューヨークエリアに集結した、ルパン一味と、逮捕しようと追いかける、ゼニ型警部による究極の逃走劇が体験できる。ルパン3世、リストランテアモーレ開催場所、アズーラディ カプリ昨年大好評だったレストランがパワーアップして再登場。今年は銭型警部から逃走中のルパン三世に加え、石川五右衛門もレストラン内に登場する。ルパンの大好物、ミートボールスパゲティや登場キャラクターをイメージしたセットメニューが楽しめる。2021年の本イベントは初版の事情により見送りとなった。ユニバーサルスタジオジャパンにとって、 本年は、開業20周年を迎える、節目のため、新エリア、スーパー・ニンテンドー・ワールドをはじめ、様々な施策を通して、ノーリミットな体験を1年通して提供していくとしている。だが、3月12日から8月27日には、名探偵、コナン・ワールドのみ開催。ありがとうございます。